全国、1億5000万のソビ怪獣ファンの皆様、お待たせしました。あ、まただ。ソビ怪獣惑星第何回か忘れたから書いときまーす。イエーイイエーイイエーイ。なんで始める前にこう、調べないんだろうね。ね、不思議だね。まあいいや。はい、本日はね、はい、ガンダーでございます。はい、まあすごいね。はい、このガンダーの作品から、うん、よし、ウルトラセブンに出てきます。ウルトラセブンに出てくるこう冷凍怪獣ですね。こう冷凍怪獣というのは結構ペギラとかウーとか、まあね、寒い系怪獣いっぱいいるんですけど、その中でもやっぱりね、全然こう知られてないけどクソ強い怪獣がこのガンダーでございます。このガンダーはですね、とにかくポール星人だっけ、ポール星人が繰り込んだ対セブン用の、怪獣で、だいたいセブンってクソ強いんですよ。こいつもまたもう、ね、ほとんどの怪獣をまあね切り刻んで瞬殺していくんですけど、このねガンダーにはねだいぶ、苦戦させられます。なぜかというと、あのねセブン寒いの嫌いなんですよ。だからこいつのね冷凍光線とかによって、動きが、封じられます。で、ウルトラ警備隊も、だいぶやられるんですけれど、なんとかねこう隊員たちのね力によって、ウルトラ警備隊の機能が復活し、で反撃に出ると。でそれに乗じてウルトラセブンも頑張って反撃をしていくというね。まあね、セブン一人じゃ勝てなかったけど、なんだろうな、一緒にこう力合わせてね頑張って戦った感じですね。うん、いい話ですよ。やっぱセブンそういう話が多いですね。なんか人間とそのまあそのウルトラマンとのまあ頼るだけじゃなくてね、うん、人間の力で最終的にはその切り開かなきゃいけないぞというね、まあねウルトラマンのね一つのテーマでもありますわな、こうヒーローもののね。はい、ちなみにウルトラセブンはこれと戦うまではカラータイマーみたいなのが存在しないんだよね、セブンってさ。でもこの戦い以降超ピンチになったおかげで、これ以降はカラータイマー的なものが存在するようになります。ウルトラセブンも額のビームランプ、額のビームランプがそのパワーが切れるとピコンピコンなるようになります。それもこれもこいつの戦いで大ピンチに陥ったからですね。そういう記念すべき、ね、怪獣なんですけど、いかんせんマイナーですはい、というわけでね、装備の紹介に入ります。この造形は1986年の造形でございます。86年のね初期のねバンダイの装備怪獣シリーズの造形ではあります。で、この、ソフビ自体は4度目のリカラー版、91年以降の、リカラーになりますね。だから多分これがねガンダーでは最後、91年のリカラーがね、うん、最後だと思います。まあ、特徴はねこの辺の赤の吹き付けとかが特徴ですね、最後のやつは。あと、2回目のねリカラーの時にねちょっとね形が変更してるんです。それここね、ここがちょっと膨らんでるでしょ、こうポコって。これは、そのリカラーの時にこのね手がね前はまっすぐだったのよ、まっすぐポンって入ってたんだけど、まあ、真っすぐだとこう中にグッて入っちゃうんだって体に。でそういうのが起きないようにここを一段大きくした感じですね。こうちょっと造形がね2回目の時かあたりにて変わってるみたいですね。はい、というわけで今日のソフビはガンダーでございました。次回はねさっきウルトラマン Z 見たんですよ、21話かな、 D4 ってやつに出てきた怪獣です。はい、ケルビムです。僕ねこのケルビムっていうね怪獣が大好きなのでね、嬉しかったですね出てきた時。では次回はケルビムでお会いいたしましょう。さよなら、バイビー。